ソチオリンピック金メダリストのソトニコワちゃんが韓国に対してお怒り中です。レコードチャイナの記事からです。オリンピックが終わって1ヶ月以上経ってからついに韓国が動いたのです。あの時の採点には不正があった、金メダルはキム・ヨナがもらうべきだと、このような内容を国際スケート連盟の懲戒委員会に提訴したのです。本当は金メダルなんてどうでもいいんじゃないの？金、金、金と言いながら本当は金でしょう。買収した時の金を返せ。これが本音なのでしょう。ロシアスケート連盟の会長はこのように言っています。韓国の提訴は全く理解不能。五輪期間中には彼らが審判の採点に不満を持っているなんて一言も聞いていない。今になって提訴するのは荒唐無稽だ。会長さんはあの国を理解できると思っていたのでしょうか。そんなわけはありませんよね。きっと取材向けのサービスコメントでしょう。だってオリンピックが終わってから1ヶ月での提訴なんて十分に早業の部類です。きっと1年後だろうが10年後だろうが平気で提訴してくるのがあの国なのです。さて、怒りを感じているのは会長さんだけではありません。あのソトニコワちゃんまでもこのように言っています。自国のスポーツ選手を支持するのは間違っていない、それは個人の自由、でもここに汚い言葉を書き込まないでください。もしよければ私がどんな間違いを犯したのか教えてくれませんか。ソトニコワちゃん大人だな。さて、どこぞの国の住人はこのような書き込みをしているのです。人の金メダルを盗んだくせに。記事にはこのように書いてありますが、本当はもっと汚い書き込みなのでしょう。本当にゲスなお国柄ですわ。ソトニコワちゃん、あの国と関わっちゃいけませんよ。ソトニコワちゃんが誠意を持って答えたとしても、あの国には一切伝わらないのです。だから無視するのが一番なのです。こんな低次元なことに巻き込まれても不幸になるだけです。これを機会にロシアでも帰還三原則を守ってみてはどうでしょうか。あ、でもロシアにはプーチンさんがいましたね。それなら大丈夫かもしれません。よかった、よかった。それではまたお会いしましょう。